皆さん綺麗にされてるからね、意外とゴミが少ないんですよ。皆さんすごいこのプラスチックゴミをね、あの活動的に言われてるの分かりますよ。普通だったら、うわこんなたくさんこんなたくさん思うでしょ。よく探さないとないぐらいですから、やっぱり常日頃が大事ですね。継続がクリーンさを増しますね。普段は分別とか当たり前のことはやってるんですけど、こうやってゴミを拾うっていうのは、ゴミ拾いとかこういうのはあんまりやったことなかったんで、なんかすごいいい経験になってますけど、やっぱもう皆さんの努力で大変少なくはなってるんですけど、でもこの海藻の中によく見ると下にあったりとかビニール絡まったりしてるので、それが一番逆に怖いなと。なんか大きな見えるものはみんな拾えるんですけど、これが波に乗って海に行って、それを魚が食べて、それを僕らが食べるってなると、また体に害があったりとか、そういうの考えると結局回ってくるので、改めて恐ろしいなって思いますね。去年に比べたらすごい少ないです。なんか細かいゴミが多いんですけど、大きいのは目立つゴミはないですね。これを見つけました。あ、完全プラスチック、やばいですねこれは。確かに、はい、ちょっとこのゴミ捨てて、やっぱ海が怒っとるフェイス。ちょっと待ってください。誰いたっけ？ブロさんチームの方じゃないですか？誰か走ってらっしゃいます。ちょっと、え？いや、拍手で迎える優しさ。おはようございます。どういうのって言うの？ブロさんチームの誠二さんじゃないですか？あ、昨日。誠二のことね。芸人としてだしね、はい、人間としてなんか言いたいな俺は。人として。あ、いやだから僕が結局最大のゴミやったんです。えらいともすいませんでした。どうした？え？どうした？あの朝起きたらびっくりしました。綺麗でしたね。やっぱ最初というか、はい、あまり大きいゴミはなかったんです。さっきあのちょっとお話ししたら、はい、キャベツ拾った人いて。キャベツ。はい。海には何でもあるんだなと。何でもあるのでびっくりしました。去年と比べたらすごいゴミが減ってて。いいことですね。砂を掘った時に小さいゴミが出てくるぐらいで、はい、ね、大きいゴミは減っていて、すごいなんか嬉しかったです。確かにね。マスクのゴミとか。あ、なるほど。やっぱり今コロナ禍でやっぱマスク皆さんつけてるので、はい、それがちょっと気になりました、ね。あ、ちょっとやっぱり 今だからのゴミというかね、あるのかもしれないですね。あとはもうボルジュクさんと、はいはい、あの千葉のご縁で、はい、めちゃくちゃ絆深まりました、ね。あ、よかった。私占いでなんか夏に出会うってそういえば思い出したら今日だなと思ったかもしれない。ゴミ拾いながらずっとレオン君の後ついてって感じ。拾ってないでしょ、そうしたら。トウモロコシ拾いました。トウモロコシ拾った。トウモロコシ食べ終わったやつ落ちてました。そうか、あとプラスチックの排水溝みたいなやつ拾いました。あとは以上です。この東京湾ですね、海の色がですね変わって魚が死んじゃう事象って結構起こったりする。これは何が発生したのでしょうか。赤潮だと思う人。赤潮だな。普通にこのゴミ拾うっていう活動ってなって、海洋プラスチック問題を特に意識できるイベントなので、そういうところが非常に有効なものかなというふうに思っています。今日のこの活動っていうのは、もともと従業員がこういう地域のためになる活動をしたいんだっていう、まあ、そこから生まれてる活動なんですね。まあ、そういったものをどんどんこう組み上げていけるように、まあ、地域の人と一緒になって広げていきたいなっていう